こんにちは。フィリピンダボー情報チャンネルの町田です。本日もフィリピン全国とダボー地域の情報についてお伝えしていきます。まずはフィリピン全国の新型コロナウイルスの感染者情報についてこちらです。はい、ついにですね、感染者総数が50万人を突破してしまいましたね。左上の黄色の四角で囲ってある数字が感染者の総数となっております。50万と577人となっております。これは2021年1月17日時点でのデータとなっております。はい、ついに50万人を突破してしまいました。そして新規感染者の数ですね、1日で集計された数が1895人となっています。その下ですね、各都市で多い順、新規感染者が多い順に並んでるんですけども、ダボー市が一番となってしまいました。107人の新規感染者が出ており、フィリピン全国の都市で一番新規感染者の数が多い都市となっております。続いてケソン市、イサベラ、そしてパンパンガ、ブラカンと続いています。そしてアクティブなケースというのは感染者の総数から回復者総数と死者の総数を除いた数、現在も陽性の状態が続いている人の数ですけれども、感染者総数の下の四角ですね、24,691 人となっております。そして回復者の総数は46万5,991 人となっています。一番下の赤い四角で囲ってある数字が死亡者の総数ですね。9895人となっており、こちらもう少しで1万人となってしまいますね。本当に新型コロナウイルス、世界中で猛威を振るっていますけども、フィリピンにも大きな影響を与えています。その中で今世界で話題になっているのがワクチンですね。前の動画でワクチンについてはフィリピン政府がフィリピン国民に対してワクチンについてどう説明しているかというのを解説しました。そして本日ですね、サンスターダバオ市の Facebook に載っているオンラインのアンケートがあったんですけども、面白いのがありまして、これはダバオ市内で取ったアンケートですけれども、新型コロナウイルスのワクチンがダバオ市に入ってきた場合、あなたはすぐにワクチンを打ちたいですかというアンケートが Facebook 上でなされました。それについてですね、イエスがハートマーク、超いいねですね。そしてちょっと様子を見たいという人がこのいいねマークですね。そしてノー。いや、打ちませんという人が、この怒ってるマークですね。ひどいねのマークですね。日本語だと。はい、これで、アンケートを取っていました。こちら本日出されたアンケートなんですけども、この動画を撮る6時間前に取られたアンケートで、回答の総数が241人となっています。それに対して、いいねマークをつけた人、様子を見たいという人が一番多かったんですね。123人ですね。その次に多いのが、ハートマーク、超いいねマーク、はい、すぐに打ちたいですという人が68人。ただ、すぐに打たないノーと答えた人たちも同じぐらいの数で54人となっています。なので半々ぐらいですね。打ちたい人、打ちたくない人、様子を見たいっていう人が一番多くて123人となっていました。なかなか面白いアンケート結果だと思います。まあこれをやってる人は結構若い人が多いと思うので、すぐですね、優先グループで高齢者とか医療従事者が先なんですけども、若い人は後回しですけども、まあ、もしワクチンが入ってきてすぐ打てるよってなった場合、あなたはどうしたいですかっていうことに対して様子を見たいという人が、全体の数字として241人しか回答してないですけれども、それでも多くの人が様子を見たいというアンケート結果が出ていました。ということでですね、フィリピン全国では感染者の総数が50万人を超えました。そしてワクチンの話が進んでいます。その中でですね、本日大統領府の報道官から新しい情報が出ていまして、それが、オンラインの新聞記事に載っていましたので、紹介させていただきます。どういうことかと言いますと、現在、フィリピン全国で敷かれている規制があるんですけれども、それがさらに緩和されて、ニューノーマルに間もなく移行する可能性があるということを発表しました。これはですね、フィリピンに新型コロナウイルスの対策をしている省庁官の、省庁って各省庁ですね、のタスクフォースがあるんですけども、そのタスクフォースが原則として国内のニューノーマルの宣言というのを地域ごとに出すのを承認したということを大統領府の報道官が発表しました。その省庁間タスクフォースが現在ですね、ニューノーマルについてのガイドラインを策定しているとのことです。報道官によりますと、ただこのニューノーマルという宣言がなされた地域においてですね、すぐにロックコンサートとかが行われて人が集まってまた感染者が増えるという事態を避けるために、ニューノーマルには移行しますが、まだその中でも明確なルールを決めなくてはならないということが話されています。現在フィリピン国内では2つの規制の段階がありまして、一般的なコミュニティ隔離、これは私が住んでいるダバオ市を含めてですね、そういった地域がまだいくつかあるんですけども、それ以外のほとんどの地域は、
修正を加えた一般的なコミュニティ隔離として規制がなされてまして、その一般的なコミュニティ隔離よりも規制が緩くなってるんですね。それでも規制が敷かれてる状態なので、ニューノーマルに移行していこうと、その新型コロナの影響がとても少ない地域ではですね、でその規制が緩い方の修正を加えた一般的なコミュニティ隔離を次の段階に持っていこうと、ニューノーマルに持っていこうというのが今のフィリピン政府の考え方です。フィリピン政府は2020年の3月中旬にルソン島全体をロックダウンしてですね、その後パンデミックに見舞われた経済の再開への道を開くために規制が緩和されました。まあ、感染者は増え続けていたんですけども、その合間を見てですね、ロックダウンを解きながら、まあそれでも規制を敷きながら経済を動かしていくという、そういう政策を取ってきています。その中で現在はメトロマニラ、ダバオデルノルテ、バタンガス、イザベラ、ラナオデルスール州の各州、そしてサンティアゴ、いろいろ、タクロバン、イリガン、ダバオの5つの都市がですね、1月30日まで、GCQ、一般的なコミュニティ隔離の対象となっています。それ以外の地域は MGCQ、修正を加えた一般的なコミュニティ隔離の対象の地域となっています。で、今回の大統領府の報道官の発表はですね、この規制が緩い方の MGCQ の地域からさらに地域を選んでニューノーマルへの移行を宣言する地域を作っていきましょうと、その宣言を行うことを省庁間タスクフォースが承認しましたよと、そういう発表がなされました。ということでですね、まだまだ感染が増え続けているんですけども、それは今私が住んでいるダボー市が一番新規感染者を出しているんですが、一部の地域に限られてきましたので、感染者が増えていない地域ですね。そこに関してはこれからニューノーマルに移行していくんだという動きとなっています。これからまた動きが出てきそうですね。はい。まあ、この動画を撮影している1月18日時点では、イギリスからの変異種が出ている国からの外国人のフィリピンへの入国は禁止されています。その中に日本も入っています。まあ、そういった規制がある中、今後フィリピンがどう動いていくんでしょうか。まあ、影響が少ない地域に関してはニューノーマルへ移行していく宣言ができるという、これは最近ですね、規制が厳しくなるですとか、渡航禁止になるというニュースばかりでしたので、ちょっと希望が見える嬉しいニュースですね。はい。このニューノーマルにうまいことですね、感染者を増やさないように少しずつその規制が少ない地域が増えてってですね、ニューノーマルにそのうちフィリピン全体がなっていけばと希望しています。私の動画ではこのようにフィリピン全国と私が住んでいるダボー地域の情報についてお伝えしています。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。